皆さん覚えていますか、去年の8月から始まったあの熱い男の戦い、その名も筋トレ3ヶ月生活その名の通り3ヶ月間男子4人は全力で筋トレをして、12月にタンクトップを着ないといけないという過酷な企画を実施しました。だがこの隣の豚野郎が僕たちの企画を潰してしまった。大変大変なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。この豚野郎、私どもが会談ごとに両足を骨折するという意味のわからない怪我をしてしまい、皆様に迷惑をおかけしました。その豚足は治ったんだろうな。もう豚足はいい感じになりました。次は豚の丸焼きにするぞこの野郎そして今宵、はい、途中で棄権してしまったこの企画を今宵再開したいと思う。まあこの企画は一度途中棄権をしてしまい、たくさんのコメントがあった、筋トレ生活はどこ行ったのか、ごめん、決着はどうなったのかと、ごめんなさい、全部こいつのせいです。ブヒ、僕です。ブヒブヒブヒ、やっぱり僕たち熱い男は最終決着はつけたいと思い、はい、この5月の後半から8月後半まで全力で筋トレをしていきたいと思う。おっす。ただ僕たちにはスケットをいたの、皆さんご存知でしょうか。ああ、ありがとうございます。苦しい時も、悲しい時も、泣きそうになった時も、助けてくれた最強スケット、今宵を見たいと思う。みんな来てくれ。最強助っ人をあなたに呼びした。来てください。こんにちは。あいた最強助っ人、これは行くべきだ。素晴らしい。本当にあなたは愛するものを横にした時はもう無敵ですもん。間違いない。中級にこうつきこった俺は太郎の社長じゃない。やばいやばいやばい、声も違う。今日の俺は一味違った。やばいということで、今回はこの4組で3ヶ月一人生活を再開したいと思うんですけど、どう罰ゲームありましたね。あったよ。タンクトップ、よりよりよりタンクトップでしょ。タンクトップ、夏タンクトップ。計算させてくださいね。5月の後半で8月後半で終わってタンクトップ打つやけ、打つしだけやけ、ちょっと焼けるぐらい、なんならいいよ、なんならちょうどいいぐらい、できればそうしたいぐらい。9月ちょうど涼しいしね、秋も前やし、なんかちょっと絶妙な微妙やね。なんで今回罰ゲームを考えていきたいと思います。いろんなものを提案して、そのくじ引きで引いたものをその8月結果発表の時にそれを実施する。なるほど。今からそのね罰ゲームを考えていきたい。なるほど。なんでちょっとね、まあ、それはもう女子も男子も考えて、あの罰ゲームそれに合うような罰ゲームをどんどん箱に入れてって。なるほど。はい、それではやっていきましょう。せーの、ラジオ。はい、ということで今からですね、まあ、男子が3ヶ月
月後食らう罰ゲームを考えていきたいと思います。はい、まあ、もうそれ引いたらもうそれになるんで、慎重に男子はやっていかなあかんから、ちょっと女子に。男子が罰ゲームやね。ペアも一緒の？もう違います。男子だけやんね。僕は男子。あ、そうか。全部は俺ら。あ、よかった。坊主。あ、やばい。あ、よかった。だってやっぱあんまり多分若さも似合うんだったら、俺らも全然俺らがしたら上からカメラ坊主をね。うわ、坊主。あ、そんなん言ってる。坊主？わかんねえ。やばい。はい、じゃあそれ今から見せて。坊主で。折りたたんで入れて。はいよ。うわ。うわ、ガチ。なんでなんで？上裸にニップルピア。うわあ！やばいやばい。ピアスじゃなくてシールやんな。ピアス。え、ピアス開ける？開ける。あ、なった。え、どうするじゃあ、あれや、普通ピアス頼む。じゃあ、俺らただでさえ普通のピアス開いてないよ。ここだけ開いてるのもやばいよ。痛さに慣れてる。いやいやいや、慣れてへん。なんで勝手に痛さに慣れてるもん。ちょっと、嫌やろ。撮影してな、これ、全身日焼け。あー、それ。ラップロにするだよ。いや、それは。嬉しいけど、ちょっとやめさ、ガチのごぼうになるよ。俺マジで嫌やって、今日焼け止めの薬飲んでんのに。てか、嫌や、もうちょっとその、まあ、上下にこれ多分だいぶ上やと思う。だいぶちょっと、あの下の方もバンジージャンプ。あ、バンジージャンプ。バンジーは確かに。いや、タンクトップで食べやすい。嫌やねんって。おいおいおい、うわー、嫌や。絶対嫌や。いいね、滝修行いいね。あれ最下位ですよね。だから、これで、あの、完成しちゃうと、みそぎには新風に1ヶ月欲しいですか。それは嫌やな。うわ、嫌や、めっちゃ嫌。いやいやいや、男子めっちゃしんどいかも。1ヶ月スマブラってもしようと思った。いや、俺さ、ほんとにお願いします。ほんとにお願いします。ほんとにお願いします。やばい。あれは、俺らの生きがいやもん。やばい。だって、そやから一番最下位って、一番筋トレできてなかったってことやろ。こんなのする時間はないだもん。だって、もしさ、だってあれで、またスカビーさんとかに誘われる、どうする。そうそうそう、先輩のこと、ことはそれはあらかじめやったわよ。さっきそういう企画やってるんで。そう、そうなのか。1ヶ月に筋トレ動画、ツイッターに毎日投稿。ちこまやん。ちこまやん、バレなさいやん。一番しかも、一番カニ取りやねん。落ちる。誰が得すんの？え、あまりとあんま変わらん。変わるわ。変わるわ。変わるわ。あ、バンジーじゃなくて。俺めっちゃ上位互換ね。めっちゃ怖い俺。いや、絶対嫌。いや、あれはアンブリバボーで。アンブリバボー。アンブリバボー。アンブリバボー。ごめん、英語、英語で国際的。いやなんでこいつ喜んでる。いやいや、いけるって考えたら24時間戦日目それちゃう、それちゃう、それちゃう、ボツになっちゃう。お前怖い。やめてください、やめてください。泣いちゃう、泣いちゃう。いや、でもやばい、やばいのしかない。やばいのしかない。ジョーラニップルだけは言え。ジョーラニップルじゃん。ジョーラニップルだけはほんまに言え。はい、ということで今回運命の主曲を弾く人なんですけど、はい、初参戦アーティン。はい、アーティに弾いてもらおうかなと思います。で、今回なんですけど、まあたくさんありましたが、もう一度弾くのはもう NG で、何があってもそれを思いながら3ヶ月間頑張りましょう。はい、ではお願いします。じゃあドラムロールお願いします。もうガチなんで、女子だけ。ほんでもう発表しちゃってください。発表しますって言って。え、俺らどこ見るの。もう終わった。大丈夫なんて。終わった。泣いてー。これはすごい。いや、これは逆にちょっとね、終わった。あんたらのメンタルがちょっと心配。これはすごい。将来にプルだ。じゃあ皆さん、準備はよろしく。これだけは。はい、ナシ君、心の準備は。おい、戦日明記でありますように。バンジー？違う、バンジーじゃん。ガンジー？あのサーカスのやつ。パシ？もうあれでさえ無理やのに。いや、ほんまじゃ。でもな、マジゲームで違う。ビビってた。じゃあ、軍事ブレーカーだって何メートル？
あれで10メートル。で、あれは？ファイナルリングが約2000メートルとか1000から2000の間ですね。多分。それ島だから3ヶ月後この4人の誰かが上からワンチル飛んでいく。まあ俺は別に変えたくないけど、まあ、リーダーが別に変えたいとか言ったら別に変えたい。ダメ。それは男じゃないでしょ。だって一度逃げたもん。ごめん。事故だよ。俺らあれ事故だよな。逃げろ。やろ。だから俺はもうこのスカイダイビング。3ヶ月後この男子の中の誰かがスカイダイビングをしてます。でそのもちろん動画にもちゃんとまとめるんです。しっかり。最後まで皆さんお付き合いしていただければなって思います。この夏、全力で頑張っていきましょう。あー結局やけど声優でやる。頑張りましょう。それでは3ヶ月健康で生活第2章クワーッ。なんでエスパランだ。今開始のカー